プーハート47回目ひなやまりおちゃんことマリー・アントワネット、はい、マリールート進んでおります。続きいきましょう。今日は会えるかな。おっと、いきなり既読が終わった。ってことはお昼休みイベントか。はあ、ははあ、なんか一緒にご飯を食べるのかな。ち、今日は出遅れたぜ。5分ほど延長された4時間目が終わりや否や、俺は食堂を目指して猛ダッシュをかけた。しかしそれでも俺お気に入りナンバーワンのカツサンドは買い損ねてしまった。今日はしゃあねえか。カツサンドね。おっと、悪い。よそ見してたら誰かに思いっきりぶつかってしまった。俺が謝ると相手の女の子もペコリと頭を下げる。いえ、こちらこそ。このお声はってあれ、リオちゃんじゃねえか。お、今日も立ってるね、触覚。悪い悪い、腹減ってボケっとしてたぜ。私の方こそ。お昼ご飯はこれから。まあな。見るとリオちゃんも意外と大きな弁当箱を抱えている。あー、意外と大きな弁当箱。なんだ、そっちも飯か。失礼なこと言っちゃうと貧乏、うん、貧乏だからさ、何食べてんのかなっていう。今日はいいお天気だから屋上で食べようかと思って。屋上か。最近ちょっと風が強いけど、それも気持ちよさそうだ。俺は一緒に食おうか。せっかくだし一緒に食おうか。うん。リオちゃんは大きくうなずいた。リオちゃんと一緒にご飯か、初めてだね。結構風が強いな。でも太陽の光が気持ちいい。今日はちょっと風がきついぜ。リオちゃん吹っ飛ばされないように気をつけなきゃな。この子ちっちゃいからね。葵ちゃんほどじゃないけどさ、うん、大丈夫だよ。ちっちゃいよねこの子ね。リオちゃんが笑った時、うん、え、カラス。ああ飛んでいた数羽のカラスが寄ってきたかと思うと、寄ってきた。もうイグアナに襲われたり、カラスに襲われたり、疲れるなあ。いきなり怪奇映画のようにリオちゃんに群がり始めた。うわ、なんだこら、シシ。どうにかカラスを追い払う。やっぱ触覚が気になったのかな。怖かったよ。怪我はねえか。しかし何なんだよ一体。わかんない。私って時々カラスに襲われるかどういうことだよ時々、うん、カラスに襲われる。じゃあ今日が最初ってわけじゃないのか。でもなんでまた普段カラスをいじめたりしてんのか。そんなことするわけないでしょ、この子が。してないよ。だったらどうして。さあ、やっぱギロチにかけられたから実は生きていない。あ、実は幽霊説。うん、うちの方でもさっきからピーポーピーポー鳴っててごめんなさいね、音入ってたらうるさくて。うん、時々そういう人間がいるらしいけど、テレビはともかく目の前にいるとはな。カラスに襲われる人間いる、そんなの。きっとモテてんじゃない。カラスに。俺たちの持っている食べ物じゃなくて、明らかにリオちゃんに群がってたし、しかもどっちかって言ったら物珍しそうにじゃれついてるって感じだった。もうカラスってよく見ると可愛いんですよ。綺麗な目してさ。そんなに嫌ったらカラスがかわいそうだぜ。リオちゃんは空を警戒している。カラスが来てもまた追っ払ってるから、ほら早く飯食おうぜ。でもこれはきっと何かの伏線なんだろうな。イグアナにしろカラスにしろ、やたら動物に懐かれるっていう。まあ、イグアナはあの触覚に反応してただけかもしんないけど。そして俺たちは風の当たらない場所に腰を下ろした。まあ、ただの不幸体質の話なのかな。ガサガサ、さっき購買部で買った昼飯を広げる。うん、リオちゃんが気になっている風に眺めている。どうかした俺の昼飯。あ、うん、でも毎日こういう食事。まあな、ずっとってわけじゃないけど、最近親が家にいねえから。今日はちょっと出遅れちまったからこんなメニューだけど、いつもはもうちょっと豪勢なんだぜ。
ビフテキとか。はあ、ビフテキ。ちょっと待って、すんごいピーポーピーポーおるぞ。なんでもない。ちょっとうちが燃えてる。俺んち燃えてんのかもしんない今。ごめんなさい。ところでリオちゃんこそどんな昼飯なんだ。え、私の。確かにリオちゃん何食べるのか気になるな。もしかして自分で作ったりしてる？大きいお弁当箱って。まあ自分で作ってるって言ったら作ってるけど。ほう、さすが。どれ見せてみ。もしかして弟の弁当も作ってるのはそんなんかな。困るリオちゃんを斜めつつ、俺は弁当を覗き見た。弁当箱自体は体の小さなリオちゃんにおよそ似つかわしくないアルミ製のごついタイプだった。その中にはおでん。弁当におでん、初めて聞いた。真っ白なご飯の横にはちくわやらこんにゃくやら通した串が並んでいた。ご飯はあるんだ。おでんご飯か。いやでも美味しい、美味しいは美味しいよ、おでんご飯は。ただ弁当には入れねえだろ。ひょっとしてわざわざ朝に作った。そうだよな。でも変だよね、おでんなんて。うん。ちょっと待って、くしゃみが出そう、くしゃみが出そう。ちょっと待って。あ、大丈夫、峠が過ぎた。もうほら花粉の季節になってきたからさ、くしゃみは出そうになるわ、家は燃えてるわ。ちょっと今日の収録環境が悪い、申し訳ない。別にいいんじゃない、うまそうだぜ。おでん弁当リオちゃんが作ったんだろ。おでんの汁をさ、あのおじや状態にして食べるのすごい好きなんだけどな。いいよなそういうのって。俺ファンが多いから、そういった家庭の味みたいなのが羨ましいぜ。するとリオちゃんは少し笑って、作ってきてくれる、もしかして。それじゃあもしよかったらこのお弁当全部食べて。全部食べていいの？自分用に作ったけど、そんなに少なくないと思うし。全部食べちゃダメでしょ。そして少しうつむいて、こんなお弁当でもやっぱり食べてもらえるんだったら。そう言って俺に弁当箱を差し出した。俺は、でも俺が食べちゃったらさ、リオちゃんの弁当どうすんのよ。ちょっとここはセーブしておこう。普通に食べちゃっていいのかな。おでん弁当か。ちょっと食べてみんね。そうさせてもらうぜ。はい、どうぞ。リオちゃんはにっこり笑って俺の手に弁当箱を強く押し付けた。でもすげえなこの弁当箱。うん、女の子っぽくないからちょっと恥ずかしいけどね。照れたようにうつむくリオちゃん。ははは。でもリオちゃんがいつも元気な理由、なんとなくわかるような気がするぜ。がっつり食ってるんだ。よし、じゃあ早速食べさせてもらうとしますか。パクッとおでんを一口、もぐもぐもぐ。うまい、しっかり味が染みている。しかも決して濃すぎるわけでもない。解説はいいよ。これはもう主婦の域に達しているな。実はリオちゃん料理が趣味とか。趣味ってわけじゃないよ、ただ毎日私がご飯を作ってるから。あー、すごい偉いんだな。そっかな。うん、いいよこれ。うんうんとうなずきながらおでんを食う。あ、そうだ、忘れてた。はい、これ俺が自分の分の昼飯をリオちゃんに差し出した。あ、やっぱ交換になる。そりゃそうだよね。リオちゃんの昼飯全部食って自分も食堂の飯食うって、そんなわけにはいかないよな。はい、ウインナーロールとレタスサンド、どうにかゲットした本日の成果だぜ。え、いいの？交換だよ交換。うん、なんだパン嫌いか。ううん。リオちゃんはフルフルと首を振って、それから元気よく、いただきます。購買部で売っているパンのメーカー、割とうまいんだぜ。リオちゃんは遠慮深そうに俺を見ながらウインナーロールを一口かじる。あ、おいしいだろ。
いや、かわいいな。なんかいちいちね、かわいい。この子何しても。嬉しそうにリオちゃんはパンを食べる。おやつをもらった子供みたいだ。食べ終わった後も二人は予令が鳴るまで屋上で雑談を交わした。なるほど。食事を全部作ってるってやっぱなんか、あれかね、お母さんが病気とかそういうことなのかね。前回寝言でお母さんってつぶやいてたのも気になるし、自分が今は家庭を、弟の面倒を見てるっていうようなね、ところなのかもしれない。ああ、放課後は会えずか。まあしょうがない。じゃあ今日は帰りましょうかね。あ？その日の帰り、俺はゲーセンによってブラブラと暇を潰し、あ、あれ？ああ、マルチか。マルチセリオのイベントか。何かと思った。じゃあここはサクッとスルーして、リオちゃんちもね、メイドロボを買えるだけのお金があったらいいんだけど、高えんだよな、メイドロボな。一体ぐらい分けてやってくれ、クルスガワザイバス。さあ、それで今日、4月16日。今日も会いたいな。にしても、おでん弁当ってほんと初めて聞いたな。おでん、いまいち想像できないな。カレーとおでんは家で食べるのはいいけど、弁当にしちゃ絶対ダメでしょ。あ、今日もお昼。さて、昼飯、昼飯。目当てのパンをゲットし、悠々と教室へと向かう途中。あれ？今目の前の廊下を歩いて行ったのはリオちゃんだ。声をかけて、見ようか。ちょっと声をかけてみるんだけど、ちょっと鼻がムズムズしてしょうがないから、ちょっと少々お待ちを。はい、戻りました。なんかもう年々花粉症がひどくなってってるような気がする。ふと思ったけど、この当時、97年って花粉症ってあった？あるか？いや、わかんない。今、アホなこと言ったな。おい、リオちゃん。リオちゃん、花粉症大丈夫？なんか年々さ、花粉、やっぱ増えてるよね。リオちゃんは俺の持っている袋を見て。これからご飯なんだ。ああ、まあな。リオちゃんもこれからか？私もう食べちゃった。あ、そうなんだ。思わず聞き返す。なんだ、ずいぶん早いな。もしかして早弁でもしたとか？早弁とかあったな。やだな。そんなのしてないよ。リオちゃんは困ったように笑う。私ご飯食べるのすっごく早いんだ。ほう。アルバイトですっごく鍛えられちゃったから。どういうこと？早くご飯を食べるのが鍛えられる。バイトでなんで早飯が？時々だけど、お昼をゆっくり食べられないバイトもあるの。あ、そのせいでご飯をパッと食べる癖がついちゃったんだ。それ体に良くないよ。また実用的なスキルだ。俺が食堂にパンを買いに行ってる時間にもう食っちまったわけだからな。すごいでしょ。うん、すごい。けど女の子があんまりそういうのを自慢しない方がいいんじゃないかな。え？何？いや、リオちゃんって面白いなと思って。と、そこで俺はドリンクを買い忘れたことに気づいた。あ、忘れてた。悪い、ちょっとドリンク買ってくるわ。あ、私も行く。うん、リオちゃんは俺の後ろをついてきた。もうすっかり仲良しさん。ジュース買ってるね。あー、というか最初出会ったのもここだよな。ここぐらいしかないだろう。それにここのカフェオレ。お、喋ってたら金を落としてしまった。落とした100円玉はそのまま自販機の下へと転がっていく。あ、しまった。入ってちゃった。かなり奥に。もう無理だな、最悪。私が拾ってあげる。あ、さすが、ここは貧乏心が。リオちゃんは自販機の前にかがみ込むという床の隙間に思いっきり腕を突っ込んだ。いや、でも貧乏心とか言ったけど違う。単純に本当いい子なんだよ、この子。おい、なんか棒みたいなものがあるといいんだけど。お、下ネタですか？下ネタじゃないだろ。なんだよ、自販機に棒。何言ってんの。もういいから。全然聞いちゃいない。
言いづらいけど、パンツが見えそうなほどスカートがまくれ上がってる。おし、下ネタじゃねえか、やっぱり。その時、あったリオちゃんが声を上げた。と同時に、鈍い音。リオちゃんの笑顔が痛々しく歪む。どうやら、いきなり立とうとして中で手をぶつけたようだ。うわぁ、痛い痛い。おい、大丈夫か？不器用だけど、いい子だなぁ、ほんと。いい子すぎちゃうよ。って、怪我したか？おまけにそんなに汚れちまって、そこまでしなくていいってのに。リオちゃんは無邪気に笑ってみせた。でもこれ、はいと差し出した。俺、差し出した手を俺の前で開く。そこには500円玉があった。500円、増えたよ、なんか。よかったね、見つかって。ああ、いや、俺が落としたのは100円と言おうとしてやめた。言うとまた自販機の下へ手を突っ込みかねない。サンキュー、助かったぜ。じゃあリオちゃんにもお礼しなきゃな。一本おごるぜ。いやいや、もう500円ゲットしたんだから4本ぐらいおごってやれよ。え、どれがいい？ああ、いいよ、そんな、私そんなつもりでやったんじゃないもの。落とし主は拾い主に1割から 2割のお礼をしなきゃいけないんだぜ。ジュース1本手頃だろ。そうだね、うん、わかった。じゃあどれ。うん、リオちゃんは自販機を少し眺めて、じゃあおすすめのカフェオレにする。おお、よし、俺はボタンを押す。ほら、カフェオレ。なに、こっちこそ。なんかいい空気じゃん。リオちゃんは受け取ったカフェオレを嬉しそうに眺めた。眺めたって飲めや。じゃあ俺、飯まだだし教室戻るわ。うん、私も職員室行かなきゃいけないから。あ、そうなのか、悪かったな、引き止めて。とても嬉しそうに微笑んでリオちゃんは廊下の向こうに歩いていった。なんだか少し変わってるけど、やっぱりいい子なんだよな。俺の手には360円が残っていた。これはまた次の機会にでもリオちゃんにおごってやろう。ああ、そうだね、これはリオちゃん代に使わないといけないですよね。なるほど、なんかお色気 CG でもエッチな CG でもあるかなと思ったけど、それはなかったか。あの子さ、靴下履いてないじゃん。まさかノーパンじゃねえだろうな。エロゲ版ではおパンツが見えるかと思いきや、もうそのまま全部見えちゃうみたいな。おっと、帰り道にいる。行こうか。いや、ひたすらリオちゃん尽くしになってきたな、もう。お、犬がいる。今度は犬に飛びつか、懐かれるか。俺の足元には何かが飛びついてきた。お、なんだ、ん、ゲンタロウじゃねえか。ゲンタロウ、源太郎はこの近所で飼われている大きな犬で、とにかく人懐っこい。ただし、いつもは女性に限ってなんだが、これ確実にリオちゃん襲われるでしょう。イグアナカラスと来て、今度は源太郎だ、これ。なんだか今日は機嫌がいいな。男の俺にくっついてくるなんて。俺は源太郎の頭を荒っぽく撫でる。すると源太郎もすがるようにして、俺の顔を大きな舌で豪快に舐める。うわ、汚ねえな、この野郎。ベロベロ。バカやめろ。ベロベロ。おいおい、制服が汚れるだろう。めっちゃご機嫌じゃん、源太郎。汚ねっつってんだろうが。切れそうになったその時。こらー、お、あ、なにか。離れなさい。どういうことだ、桜の木の枝折っちゃったの、リオちゃん。あ、犬に襲われてると思ってんのか。いやー、この子ほんといい子。枝折っちゃダメだよ。桜の枝折っちゃダメだよ、リオちゃん。そこには震えながらも厳しい表情のリオちゃんがいた。どこから持ってきたのか、両手でしっかり棒切れを握っている。あ、あっち行きなさい。あれ、どうしたん、言いかけた時。源太郎は嬉しそうに吠えたて、リオちゃんの方に飛び出した。
やっぱそっちが襲われちゃう。それまでは勇ましく立っていたリオちゃんだったが、喜んで迫り来る源太郎の姿にさすがに逃げ腰になってしまう。源太郎妙に大喜び。さすがスケベ犬、スケベ犬。奴は犬のくせに女の子のスカートの中身に目がない。なるほど、これはバター犬ですな。どうか言って。必死に叫びながらブンブンと棒を振り回すリオちゃん。リオちゃんが暴れれば暴れるだけ源太郎は大喜びで追い回す。変ないたちごっこだな。早く逃げて。はあ、なんか勘違いしてるみたいだけど、とりあえず俺は、おお、いや源太郎に襲われてるリオちゃん見たいな。なるほどな、しかもスカートの中が襲われそうになってるんでしょう。それ CG 欲しいぞ。どれがいいかな。源太郎を押さえつける。そいつ怖くないぜ。言われた通り逃げる。これはちょっと選択肢としては見てみたいけど違うよな。まあ普通に A が正解でしょう。 A を選ぶか。源太郎を押さえつける。くらいい加減にしろ。俺は源太郎の首輪をつかみ地面に押さえつけた。ほらおとなしくしてろ。私はいいから逃げて逃げて。逃げてってこいつから。そう言って俺は源太郎の頭をポンポンと叩いてみせる。恐る恐る近づいてくるリオちゃんに、再び起き上がった源太郎が飛びかかろうとする。ドタン。驚いて思いっきりこけるリオちゃん。こら。俺は源太郎を押さえつけるとペタンと路上に座り込んでしまっているリオちゃんに片手を差し出した。おい大丈夫か。だから心配いらねえって。体はでけえけど別に噛みついたりしねえから。こいつこの子のこと知ってるの。ああまあな。な源太郎。俺は源太郎に顔を近づける。はっ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 は。嬉しそうに尻尾を振る源太郎。ほらな、おとなしいもんだろ。せな、身元で吠えんな。もう一度軽く頭をはたく。めちゃくちゃじゃれてんの。しょっちゅう私のスカートに噛みついてくるから。しょっちゅうなんだ。リオちゃんもやられてんのか。たくしょうがねえ犬だな。全然分かってねえって顔。当たり前か。ほら源太郎、リオちゃんビビってるだろ。どっか遊び行ってこい。ポンと尻を叩くと源太郎は素直に離れていった。すんげえ話しがいだけど怖いな。こんなでっけえ犬話しがい大丈夫。ところでリオちゃん、さっき俺に逃げろとか言ってたけど。俺がてっきりあの子にいじめられてるんだと思っちゃって、つい。で枝持ってきたんだ。それで助けに来てくれたってわけか。ぷ。でも結局私の方が助けられちゃったね。えへへ。かっこ悪い。俺リオちゃんのこのえへへみたいな笑い方好きだな。かっこいいも何も。そういうのはまた今度恐竜か何かに襲われた時に頼ま。その溢れる勇気でさ。もうからかわないでよ。今なんかブンブン音聞こえたけど振り回してんのか。うわ危ねえ。とりあえず棒を振り回すのやめようや。あごめん。リオちゃんは真っ赤になって持っていた棒を捨てた。こんな棒どっから持ってきたんだ。夢中だったから。折ったのか。これ桜の木の枝じゃねえか。え、その時わしの桜が、お桜の枝が。今度はおじいちゃんに襲われるんじゃない。やべ、ご近所からそんな声が聞こえたので厄介なことになる前に俺たちは二人早々にドロンした。この桜の木はそのおじいさんにとってかけがえのない思い出の木であった。今は亡き妻、智子は、かつて、今はの際に、この桜は私だと思ってくださいまし、と残して、息を引き取ったのだ。
それからというものおじいさんのこの桜にかける愛情は並々ならぬものがあった。おじいさんにとってこの桜の木はまさに妻そのものであったのだ。そもそもこの桜にまつわるエピソードとして終わっちゃった選択肢的には合ってたっぽいけど、ちょっと見てみたいな他の選択肢も。むしろ犬に襲わした方が CG 出てくるとかないかな。犬に襲われてるリオちゃんが見たいんだよな。スケベ心で申し訳ないけど、ちょっとこれ言ってみる。 B、 そいつ怖くないぜ。俺は軽く声をかける。なが、リオちゃんは一瞬振り返ったものの、なんだその叫び声は。そのまま源太郎に追いかけられ向こうに行ってしまった。ああもう会話もろくにできないのか。おいおい大丈夫か。さすがに心配になって後を追ってみたが、両者とも足が速いらしくすっかり見えなくなっていった。源太郎によっぽど気に入られてんだ。いや気の毒に感じながら仕方なく俺は家に帰ることにした。あー全然ダメだな。そっか。じゃあ別に C 選んでも何も変わんねえか。俺自身が逃げちゃうっていう。ひでえなあ。こんな勇敢に来てくれたのに。逃げなきゃいけないらしい。おう、じゃあ俺は戸惑いながらその場を去る。走り、去り際。背中でリオちゃんが。二人とも無事だったら、またどこかで巡り合おうね。なんちゅうセリフや。なんだかよくわからないがキラキラした目で言った。いや、そのセリフはいいなあ。かっこいいなあ。とりあえず今来た道を少し引き返した。しかしリオちゃんってよくわからない子だ。独自の世界、独自の時間で来ている感じがする。その辺が興味深いってのもあるが、うん、あのセリフは完全に死亡フラグだったぞ。とじゃあ A を選んだ選択肢で進めましょう。これが普通に合ってたね。あーでも犬に襲われるのはないか。そうか、17日。でもなんか毎日会えるのは嬉しいな。あでも今日はどうだろう、お昼には会えなかった。放課後リオちゃんはあれいないな。じゃあマルチ経由で帰るか。マルチ、おーごめん挨拶して別れる。はい、今日は会えずか。あー何もなかった。さてさて今日はあれ、また既読がいい、何にもつかずに、ん、既読がつかず、未読にならずに、ん、既読、あ、ん日本語難しい。あこれなんだっけ、帰り道、あゲーセンか、あれだ、あの志保と委員長のやつじゃなかったっけ。ゲーセンに居続けると最終的に委員長が現れるっていう。あー関係ないな。そっか、じゃあ帰るか。あれ今日も会えない、寂しいな。4月19日、うん、バイト頑張ってんのかな。ほんとバイト先、あありがとうマルチさようなら。廃棄処分になる際はぜひ1台ひなやま家に送ってあげて。あの家、家庭、あの家庭ちょっと苦労してそうだから。あれ全然いないじゃん。あら帰り道のレミーってなんだっけ。ああ辞書か。ああこれも随分昔のイベントのように感じる。だって今年頭からこのゲーム始めて、あ、記録なんだよ。今もう47回目で2月末？結構長いことやってますね、もうね。50回は普通に超える。あ、ヒンズスクワットしておきます。さすがに3月中にはね、もう終わりそうですが、おっと
なんだなんだなんだ、ピンポン、誰か来た。今日日曜日ですよ。休みの日の、しかもまだ昼前でったってのに一体何のようだ。ひなやまちゃん、ひなやまりおちゃんの予感。お前かよ。まさしじゃねえかよ。おい、まさしか、どうした。さっき朝練が終わって暇だからちょっと寄ってみたんだけど、何か予定ある？いや別に。じゃあ出かけない？こないだ欲しい CD があるって言ってたよね。ああ、これきっと出かけた先でリオちゃんがバイトしてるとか。まだだって、あれ発売あさってたぜ。駅前のショップにはもう置いてたよ。フラゲってやつですね。フライングしてんのか。あそこたまにやるからね。そうだな、よし今から買いに行くか。昔子供の頃さ、近所の駄菓子屋、駄菓子屋だっけな、僕は一度うちに寄ってまた来るよ。駄菓子屋だかにさ、毎週木曜日にね、ジャンプが置いてあったんだよね、最新号。あれはね、あそこでジャンプを買った時のあの優越感というか、なんかお宝感はすごかったな。まさしと CD を買いに行った。あれ、なんだろう。まさしが何かを指さした。見ると向こうに人だかりができている。憎ったらしい顔をしたネズミの着ぐるみがおどけながら子供たちに色とりどりの風船とチラシを配っていた。まさかネズミの中身は、あれ、熱そうだな。通気性とか悪そうだしね。ネズミは軽快で楽しそうなステップを踏んでいるが、中の人間は汗だくでしかめっ面をしているに違いない。大変だな。まあ仕事だからしょうがねえだろう。辛い仕事はその分割もいいからな。チラシもらおうかな。どうせしょうもない広告だろう。と言いつつもまさしについていこう俺。基本的に野獣馬根性が強い。なんだこれ、これネズミか。あ、まあ歯出てるからそうか、ネズミなのか。これは熱そうだな。確かに、ちびっこ軍団に囲まれる着ぐるみ。ネズミかな。ネズミだろう。次の瞬間ネズミと俺の目があった。足を向いた。チャック出てるよ。え、チャックかなこれ、なんだろう背中。うん、どうかした。あのネズミ今露骨に俺から目をそらさなかったか。え、そうかな。いや、そらした、間違いない。さながら俺を下げているかのように。よし、俺はネズミに近づいていく。すんません。なんだこれ。いやー、なんか中のリオちゃんが透けて見えるようなポーズしてんな。チラシちょうだい。ネズミへニュッとぶっとい手を差し出すと、チラシと一緒に赤い風船をくれた。別に風船はいらないけど、くれるなら一応もらっておく。それよりも俺は覗き穴になっているぬいぐるみの口をじーっと見た。口？ああ。すると、またもや露骨に避けようとする。なんだこいつ。俺は再び奴の前に回る。じー。このポーズいいな。ちょっとだけじっとしてたものの、ネズミはくるっと背を向け、お子様軍団にまとわりつかれながらこそこそと向こうに行ってしまった。変なやつ。チラシなんて書いてあるの。ああ、おもちゃのデパートキッズパークオープンだと。へえ、そんなのができたんだ。らしいな。それどうするの。まさしが赤い風船を指さす。そうだな、持って帰ってもしょうがねえし、お子様にプレゼントしよう。まさしは俺の代わりに適当な子供を見つけ、風船を手渡してくれた。あれ、その時ふと見るとさっきのネズミが路地裏で休憩していた。そんな近くでいいの。外した頭から人間の頭が見えている。子供たちに見えないようにやれよ。それはまるで相撲取りみたいな格好だ。ん、待てよ。ピョコンと突き出したあの妙な髪型は。俺はそっと近づいていった。おっとおっと、意外とエロイベントだったのかこれは。セクシーな格好してた。
リオちゃん、リオちゃん、いいよリオちゃん、ちょっと、なになに、まあそりゃそうだよな、中は薄着だよな。大きく息をつく女の子、やっぱりリオちゃんだ。リオちゃんはいかにも息苦しい空間から解放されたかのように深呼吸をした。額には大きな汗の玉が光る。参ったな。誰にともなくつぶやくリオちゃん、多分俺と目が合ったことだろう。見られちゃ恥ずかしいバイトかな。いや、もっと恥ずかしい感じのところを見てしまっているんだけども。いや、いいね、リオちゃんね。いや、いいな。リオちゃん。確かにかっこよくはない。と、その時、リオちゃんは不意にこっちを見た。バッチリ目が合う。あれ？よーし、お疲れ。あれ？そんな、どうして？ティグリンのまま慌てて立ち上がろうともぞもぞする。休憩だろ？いいから座ってろよ。そう言いながら俺もリオちゃんの横に腰を下ろす。今日は着ぐるみか。あ、うん、いろいろやってんな。大変だな、それ暑いだろ。ちょっとね、通気性ゼロだからな。サウナスーツ着てるみたいなもんだしな。ダイエットになるかもね。リオちゃん痩せるとこなんかないだろう。そう見える？見えるよ。細いよね。見える、栄養が足りてんのかと思うくらい。一瞬笑顔が固まるリオちゃん。栄養は足りてるよ、大丈夫。でも驚いちゃった、うん、私って分かった？いや、誰かは分かんなかったけど、なんかピンとくるもんがあって。でも参ったな、こんな格好見られちゃって。着ぐるみの中でその触覚はどうなってたのか気になるね。折り曲げられてたのかな。なんで？似合ってるぜ。そっかな。似合ってる似合ってる、リオちゃんってキャラクターに。けど大変だな、こんな日にもバイトだなんて。ちょっと働きすぎなんじゃねえの。いくら欲しいものがあるっつっても少しは休まないと続かないぜ。うん、リオちゃんは黙ってうつむいた。まあ大きなお世話かもしんねえけどさ。そう言った時、あのね、お、何か語られそうですね。うつむいたままリオちゃんが静かに口を開いた。ごめん、実を言うとね。はい。本当は欲しいものがあるからじゃないの。え？私のお母さん今病気で入院してるんだ。やっぱりそういう感じか。だからその分私が働かないと、治療費とかもあるし。あ、そうなのか。母親が病気で入院、そのために働いているって。うわ、すげえ家庭環境だな。そうか、そうだったのか。だけどなんでリオちゃんが働いてんだ？親父さんは。それ聞いて大丈夫？父さんいないんだ、私のうちって。ああ、そうなのか。うん、そりゃ大変だな。その程度のことしか言えない。だけど弟たちも私の言うことよく聞いてくれるし。タチ、そんな大変じゃないよ。弟タチ。弟一人じゃないのか。ああ、そっか。リョータの面倒もリオちゃんが一人で見てんだ。一人でお仕事だな、それ。だからそんな大変じゃないってば。新聞配達なんか小さい頃からやってたし。それからリオちゃんはちょっと控えめな微笑みを浮かべて。なんて、こんな話どうだっていいよね。いやいや、話してくれたの嬉しいですよ。つぶやくように言った。いつものリオちゃんらしくない表情だった。本当はあまり知られたくなかったんだ、私がこんなかっこ悪い生活をしてるってこと。かっこ悪くなんかないよね。なんで？だって嫌われちゃうんじゃないかって心配だったから。なわけねえだろ、俺は苦笑する。そんなぐらいで、いや、嫌ったりするかよ。いらねえ心配すんなっての。うん、リオちゃんは恥ずかしそうにうなずいた。そうか、でもそういう理由か。俺は息を吐いて空を見た。ごめんね、こんな話して。打ち明けたのは嘘をついてるのが嫌だったから。ああ、それだけだから別に気にしないで。気にしないでって言われてもな。あのさ、え、金のことはさすがに無理っぽいけど、バイトが忙しい時とかちょっとしたことだったら俺協力してやるからさ。りょうちゃんは遠慮深げに微笑んだ。あの、いいんだよ、気を使ってくれなくても。
こうしていろいろ話をしているだけで私すごく嬉しいから。頑張ってんだな、リオちゃんは。え？労働の汗が光って見えるぜ。労働の汗、なるほどな、いい汗かいてんな。え？リオちゃんの頬が赤くなる。尊敬するよ、それこそ本当。そうかな最初の告白の時もそうだったけど、このどもるのがかまた可愛いんだよな。あ、俺がなずくとリオちゃんは真っ赤になって慌てて立ち上がった。これからもう一頑張りしなきゃいけないから。こんな大事な話をネズミの着ぐるみしながらするとは思わなかったな休憩も終わり。うん、うなずいてリオちゃんはでっかいネズミの頭をかぶったじゃあ頑張れよネズミさん。うん、違うよ。着ぐるみの中からくぐもった声がする。何が？ラッコなの、これ。あ、ラッコなるほどな、首元のふわふわはそういうことか。そうなのか、どの辺がラッコなんだろう。なんつうか出来の悪い着ぐるみだ。じゃあ頑張れよラッコさん。ラッコは大きくうなずいて向こうへ歩いていく。あんな着ぐるみの中でも生き生きとした表情のままリオちゃんが目に浮かぶような感じだった。あ、いたいた。お、まさしき悪かったな。悪い悪い、実はさっきネズミ、いやラッコなんだけど D 組の平山さんだったぜ。言っていいの？即バラしたな。てか知ってる？リオちゃんのこと。え？バイトだってさ。へー、そうなんだ。全く感心しちまうぜ。なるほど。いや、リオちゃん頑張ってんな。あ、これでディスク1が終わりか。そうか、じゃあちょっと今日はこのタイミングで終わろうかな。じゃあマサチにでも電話して。頑張ってますね、リオちゃんね。家庭の事情だったわけだね、お金がないのはね。はい、じゃあ、今回はここまでということで。いやー、なんかいろんな動物が出てくるね、リオちゃんルートはね。カラス出てきて、犬出てきて、最後はラッコなるほどなー。いやー、なんかこうやっぱいろいろキャラクターをしていくとまた面白くなってきますね。次回も期待だ。今回ここまでご視聴ありがとうございました。